今日はポーラ社の代表取締役社長の及川さんとお話しする機会があって、今から車で迎えに行くところです。今日は SDG、そして未来のお話ができるかなと思っております。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。どうぞ。これが車です、はい。素敵です。かっこいいです。ありがとうございます。ドア閉めますね。はい、ありがとうございます。で今乗り出すと多分すぐ気づかれると思います。そうですね。音が全然、はい。いつ発進したのかがわからない。これエアサスペンションなので、はい、あの非常にサスペンションもそうですね、快適リラックスして、はい、後ろ乗るのも結構気持ちいいですね。いや本当に静かです。静かですし、でこのちょっとブーって音がやっぱそれがあのやっぱモーターなんですね。モーターの音なんですね。すごいですね。確かにさっきあのおっしゃったけど10年後とかはもうこういう自動車が主流になりますね。きっともっと多分早いと思います。早いですか。我々が今考えてるのはあの2030年までには、はい、まあ、日本では半分ぐらい、半分ぐらい、はい、ただうちのセグメントなので全体では分からないですけど、はい、例えばもうヨーロッパとか中国ではもっと進んでますもんね。はい、今すでにあの一部 の, あのオランダとかノルウェーとかもう登録者の7割とか、7割今日の時点ね。今日の時点ヨーロッパ早いですね。なのでそこが日本が出遅れてしまったっていうのがちょっと僕も心が痛いと、はい、やっぱ車の職人のカルチャーじゃないですか。そうですね、ドイツも日本も、はい、今まで車の作り方をリードしていった国としてはやっぱその誇りを持ってますし、捨てづらいところもあるんですよ。あります。あのそれがすごいよくわかるんだけど、いろんなステークホルダーがきっと車すごくいますよね。そうなんですよ、はい、だけどドイツも、ね、あの車を発明した国として職人文化の中で捨てましたから、はい、で今もねこっち舵切りましたから、うん、日本もできると思います。やっぱ SDGs という取り組みは全社員を巻き込んでその延長線にお客様がそれを理解していただく多分時間がかかるプロセスかなと思うんですけれども、はい、やはりその社員を SDGs に巻き込むという意味では、はい、社長自ら特に注目なされているあの活動というのはどういうものがあるでしょうか。はい、もうあのおっしゃる通りで社員がやっぱり自分ごとにしていかないとなんか会社ではこうだけど会社の戦略としてはこうだけどっていうとなんかキャンペーン的な SDGs になってしまうんですよね、うんうん、そうすると、まあ、あの本当の意味での SDGs やっぱり持続可能っていうことなのでサステナブルじゃないではないですか。なのでやっぱり一人一人が自分ごとしていくためにということであのとても大事にしたのはやっぱりビジョンなんですね。何のために SDGs をやるのか、私たちが作りたい将来ってどういうもので、そのためにはどういう戦略が必要なのかっていうことを社員一人一人にこう納得して共感してもらうっていうことがとても重要だったので、まあ、ビジョンを作りました、うんうん、そのビジョンは、はい、あの当社、2029年にちょうど100周年を迎えるので、はい、100周年のビジョンっていうのを作ったんですね、うん、でその時に、まあ、当社が作りたい社会ってどういう社会なんだろうっていうことから考えて、そのビジョンが、私と社会の可能性を信じられるつながりであふれた社会っていうそういうフレーズなんですけど、まあ、私と社会の可能性っていうとやっぱり持続可能になりますし、つながるっていうといろんなつながりがあるので、私と私という人間同士のつながりもあれば、私と社会っていうつながりもあれば、私と地球環境っていうつながりもありますよね、うんうん、その全てのつながりを想像して事業活動をしていくと私と社会の可能性を信じられるつながりであふれた社会が作れるのではないかというですね、うん、あのそういう理想に燃えてビジョンを作り変えました。ただこのビジョンだけだとワンフレーズであの社員あるいはビジネスパートナーも当社3万人いますから、その方たちにあの共感していただくにはちょっと、うん、あの言葉が長いなというのがあって、うん、スローガンの We Care More っていうのを作ったんです。
それをもう徹底して、あのなぜウィーケアモアなのか、ウィーケアモアとはどういうことなのか、どういうことをやるとウィーケアモアできたことになるのかみたいなことをずっとあの社員と話し合って、ビジネスパートナーと話し合って、なんとかこうあの目の前にある自分がやれる未来に持続可能なことをちゃんとやっていこう、それがあの目の前を救いたいウィーケアモアっていう、うん、あのそういうことになるんだよ、うん、ウィーケアモアには実はあのもう一個サイドフレーズがありまして、世界を変える心遣いをっていうことなんですね、うん、だから目の前にあるもう一個進んだケアをすることで実は世界は変わるんだよっていうことをみんなで実践していこうよっていう、なんかそういうメッセージなんです、うん、あの今のお話を聞くと、やはりそのサステイナビリティっていうことはまずは社員で始まって、はい、そこからビジネスパートナーに延長して、はい、そこからまあお客様の理解を得る、はい、まあ、そういった長い旅なんですね。長い旅なんですね、うん、はい、あのアウディでは Future is an attitude、 未来は考え方次第っていう我々のビジョンがあるんですけれども、素敵なビジョンです。その、はい、ビジョンに基づいても個人的に、はい、あの社長としてはあのポーランドの代表ということとともに人間として今後の未来に自分としてチャレンジ、そしてサステイナブルソサエティに対してチャレンジしてみたいことって何かあれば。はい、あのサステイナブルってやっぱりあのさっきもおっしゃったようになかなか浸透しないし、うん、行動に置き換えていくのって結構今までのことからシフトチェンジしなきゃいけないので大変じゃないですか。だけどやっぱりいろんな人からこう私はこう考えてるのよとか、こういうことがあるとこんなことが起きるのよっていうことを聞くとやっぱりなんかやらなきゃって思いますよね。なのであの会社のビジョンに本当に近いんですけど、つながりを作ることでいろんな知識も増えるし、やらなきゃいけないこと、やりたいことも増えるし、解決しなきゃいけないことの先が見えてくるので、うん、私はやっぱりあの本当にいろんな人とつながって、共にあの未来を作る、うん、機会をあのもらいたいなと思うんですよ。まあ、一言で言うと、じゃあお友達増やしたいんですかっていうと、うん、そういうことなんですけど、うん、でもご縁が解決することって山ほどあるんですよね、はい、だからあの未来に向けてあの課題解決する仲間をいっぱい増やしていきたい。それは社員であるし、ビジネスパートナーであるし、お客様であるし、友人たちであるし、うん、地域の仲間であるしっていう形で、うんうん、やっぱり生活者としての自分のつながりが企業の戦略にもやっぱり最終的には生きてくるのかなと思っているので、つながりを増やしたいです。僕の今日のテイクアウトはそれですね。そのつながりを増やしたい、私もやはりその日本ではまだ電気自動車 の、 その環境への貢献っていうのはまだいろいろな議論がある中で、はい、電気自動車を購入して自分の消費パターンを一部変えながら、プレミアムとかスポーティネスとかデザインに妥協せず何か環境に貢献したい、まあ、そういう仲間とつながって、はい、そういう人たちが増えていけばあのやっぱ未来が変わっていくんじゃないかなっていう、そういう期待と楽しみもね、うん、私もありますから、その何、はい、人と人をつなげる仲間を増やすっていうのを私としてもすごく賛同できるようなビジョンに感じました、ね、はい、そうですね、電気自動車を選ぶ人を増やしていきたいですよね。そうなんですよこういうのがかっこいいっていう人を増やしていくっていうのは、あと先ほどおっしゃってたように、はい、その自分のやってることを通して何か社会もしくは環境に貢献をする、はい、それが自分の一つの価値観で、それに誇りを持つ、はい、もしくは自分がまあ、言い方があれかもしれないですけど、自分がもっとよく見 見えるとかね、はい、そういったあの考え方は人間として結構普通だと思いますね。そうですよね。よくなんか会社員だからとか会社でやるからって言って SDGs やって、うん、生活なんかで違っちゃうとつまんないですよね、うん、なのでやっぱりあの一個人としてまずしっかりそういうあの思想をみんなで持っていって、会社の戦略と自分がやってることというのをつなぎ合わせていく。そうするとそれこそ世界を変えることができるなと思っています、うん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。本当に楽しいドライブでした。ありがとうございました。本当にあのいろいろやっぱり皆さんとこうやってあのお話を聞くと、はい、あのそのビジョン業界が違ってもそういった ビジョンがあって、私としてすごくねあの持って帰るものがたくさんあって、あの本当に勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。